杉田駅は神奈川県横浜市磯北杉田2丁目にある京浜急行電鉄本線の駅である。駅番号は KK461930 年4月1日に湘南電気鉄道が小金町駅裏側駅を開業させた時点では当駅は設置されていなかった。駅名の由来、編集あたり駅付近にある東前寺にかつて存在した杉に軍機を建てたことにより、 働たりすぎと呼ばれるようになったことが由来、京急の直営駅で相対式ホーム2面2線を有する地上駅である。駅の京急富岡方には過ぎた第一踏切がある。ホームにはエスカレーターとエレベーターが設置され、西口にはエレベーターが設置されている。なお、東口出口にあるエレベーターとエスカレーターは共に、プララすぎ内にあり、プララすぎの営業時間中に利用できる。 駅の構内、京急富岡方に1970年地区の京城駅舎があり、線路の東側に東口が、線路の西側に西口が設けられている。また、駅舎の東側に隣接する商業施設、プララ杉田が駅舎と直結している。コンコースの位置はプララ杉田の中3階にあたり、案内表示にも中3階と表記されている。東口出口への脇には、 出口との表示がある。なお、同駅へは、プララすぎたの中を経由していくこともできる。同駅とは2008年3月15日より、定期券について、連絡運輸を開始した。2010年5月16日のダイヤ改正で、新設されたエアポート急行停車が停車するようになったため、品川方において、ホーム延長工事が行われた。また、長らくトイレは、駅舎内に設置されておらず、 西口の少し先にある道路沿いの公衆便所か、プララスギタ内にあるトイレを利用するしかなかったが、2010年4月に、上りホームに、トイレが設置された。多目的トイレを併設している。2018年度の1日平均乗降人員は34,511人で、あり、京急全72駅中14位。エアポート急行と普通のみが停車する駅の中では、最も人数が多い。 近年の1日平均乗降乗車人員推移は、下表の通りである。古くからの街並みの中にある、駅付近から東へ400メートルほどの、新杉田駅付近まで商店街が続いているほか、付近には当然寺や杉田梅林で知られた、妙法寺など、歴史のある寺院が存在している。その他、駅周辺の主要な施設としては、横浜市立杉田小学校、 横浜市立浜中学校、横浜市立杉田地区センター、横浜杉田西郵便局などがある。横浜市営バスと京浜急行バスにより運行されている。駅の周囲に杉田駅前停留場、杉田小学校前停留場両バス停があるほか、東へ徒歩5分ほどの国道16号上に、青天橋停留場がある。杉田駅前停留場、 杉田小学校前停留場の両バス停は方向別で相互間の距離が離れている。杉田駅前停留場は踏切を挟んで西側に磯子方面行きの乗り場、東側に栗木町方面行きの乗り場がある。杉田小学校前停留場は、プララ杉田の裏側に磯子方面行きの乗り場、そこから少し進んだところに栗木町方面行きの乗り場がある。 京浜急行電鉄本線開徳、特急通貨やポート急行上大岡駅、杉田駅、農美台駅普通病ブーラ駅、杉田駅京急富岡駅神奈川県県西洋欄、ありがとうございます。